皆さんどうもこんにちは、ゆめたみじです。今回はこちら、国産のオオクワガタ今期ブリード予定の生態、こちらをですね紹介していきたいと思います。まずは前編として、奈良は川西、そして川西血統のオオクワガタを紹介していきたいと思います。後編では他産地のねオオクワガタなんかも紹介していこうと思いますので、まずは前編の方から見ていただければと思います。それでは早速生態の方を見ていきましょう。はい、それでは早速1生態目から見ていきましょう。はい、お尻が見えてきましたね。いきますよ、こちらになります。こちらの生態は1月のね初旬に奈良クワさんで購入した奈良は所長様、奈良は川西のオオクワガタになります。体長がですね 81.60 となっていて、とてもね優越感に浸れる素晴らしいオオクワガタだなっていうふうに思ってます。結構ねマッチョな感じでゴツゴツした感じの印象がありますね。いやーかっこいいっすねこのオオクワガタ。ちょっとねこの子の照明的なね、証明書的なものも一緒に見ていきたいなっていうふうに思いますね。はい、こちらがですね購入した時に入っていたボトルですね。オス 81.60 と、でメス 55.0 ですね。でレーティングが441点と、で奈良クワさんのねちゃんとしたハンコ、お印がありますね。うん、とてもねこのオオクワガタは自分にとって大切なオオクワガタ、ブリードを再開するきっかけになったと言っても過言ではない素晴らしいねオオクワガタだなっていうふうに自分は思っています。それじゃあね次の生態も見ていきましょう。はい、それではですね2匹目の生態を見ていきましょう。はい、こちらが2匹目の生態になります。こちらがですね森田ゴールド、我らがレジェンド森田さんのオオクワガタになります。この他にもですねいろいろな血統があるんですけれども、今回ね私が購入していた森田ゴールド、こちらはですね 77SP 血統ですね。こちらのね純粋なオオクワガタ、この美形のオオクワガタがですねとても私は気に入ってですね購入させていただきましたね。このスラッとね前に伸びた大顎、すごくね魅力的なオオクワガタだなっていうふうに思います。ただね大きいだけじゃなくて、この綺麗なフォルム、オオクワガタっていう風なね風に思わせてくれるとても素晴らしいね個体だなっていう風に思ってます。この子もしっかりとね今期ブリードしていきたいなっていう風に思ってます。すげー美形だなと思いますね。うん、かなりね好きな個体です。そしてですね森田さん、このね証明書だけではなくてとてもね素晴らしいプレゼントが一つ入ってましたね。この森田ゴールド、この生態を買った方にはついてくるであろうものがこちらです。はい、森田さん直筆のですねサインですね、写真付きのサインです。これねレジェンド森田さんのサイン入り、もうすこぶるねレアだなっていうふうに思いましたね。これねいただいた時にねすごくね感動しましたね。私からしてみたらかなりレジェンドなので、とりこの生態、そして
このサイン入りの写真、日付もねしっかりと書いてあって最高だなっていうふうに思いましたね。はい、それではね、次の生態も見ていきましょう。はい、それではですね、3匹目の生態も見ていきましょう。はい、こちらがですね、東北のトラさんが作出された TT 川西血統のオオクワガタになります。これ見てください、めちゃくちゃごついんすよ。見てわかりますかね、やっぱりかっこいいんすよね。この子が 83.0mm ですね。うん、そして証明書ね、こちらが販売証明書、これかっこよくないですか。この証明書だけでもやる気あふれますよね。いや、超かっこいい。もうね、これを購入してね、自宅に届いた時は衝撃的でしたね。めちゃくちゃかっこいいオオクワガタだなっていうふうに思いましたね。うん、この子もね、本当に力を入れてブリードしていきたいなっていうふうに思います。かなりね、東北のトラさんからはメスなんかも買ってますので、しっかりとねブリードしていきたいなっていうふうには思います。それじゃあね、次の生態も見ていきましょう。かわいいな。はい、4匹目のね生態を見ていきたいと思います。はーい、出ましたね。こちらがクワガタ五郎商店ですかね、様から購入した川西系のオオクワガタになりますね。ちょっとさっきまでちょっと寝ていたので、ちょっとね力が入っていない感じなんですけれども、とてもねかっこいいオオクワガタなんですよ。起きてくれないかな、ちょっと。もう本来であればもっとね、この大顎を開いてどっしりと構えた、すこぶるねかっこいいオオクワガタなんですけども、ちょっとね今日はそっとしておいてほしいようですので、次のね生態も見ていきたいと思います。はい、それではですね、最後のオオクワガタ5匹目を見ていきたいと思います。はーい、出てきましたね。こちらが TT 川西、東北の虎さんのオオクワガタになります。体長がですね 84.7mm、 おそらく去年ですね、東北の虎さんがオークション内で販売した中で最もね大きかったオオクワガタじゃないかなっていうふうに私は思っています。 84.7mm の川西、めちゃくちゃねかっこいいです。このね生態を最後にね持ってきた、これはね私がよりね深くブリードを成功させたいなって思う素晴らしいねフォルムのオオクワガタだなっていうふうに思ってます。超ねかっこいいんすよ。うん、めちゃくちゃかっこいいっすよね。これをね間近で皆さんにお見せしたい。この映像だけではなくてですね、実際に皆さんに直視してね生で見てもらいたいなっていうふうに思いますね。
この東北の虎さん、東北の虎さんが作出されているオオクワガタのフォルム、すごくですね、私自身はお気に入りのオオクワガタだなっていうふうに思います。もう現在ですね、私は東北の虎さんのファンですね。うん、すごくね、この血統証明書、この作り込まれた血統証明書、もうやる気をね出させてくれるような作りになってますよね。ブリードしてやるぞと心にね誓わせてくれるような素晴らしい証明書、この素晴らしい個体ですよね。このセット、いや、たまらなくね好きですね。何匹もねコレクターしたいぐらいのオオクワガタです。それではですね、最後のエンディングを迎えたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今季春にブリード予定の5匹のオオクワガタたちでしたね。この他にもまだね、越冬から起きたばかりのね生態なんかもいるんですけれども、まず初めにね起きてきてくれた生態5匹を紹介させてもらいました。やっぱりね、どの生態も素晴らしくねかっこいいですよね。オオクワガタ、やっぱり小さい頃からねオオクワガタっていうのは親しみがあって、なおかつ憧れがね非常に強かった種類、生態ですので、しっかりとねブリードしていきたいと思います。何かのイベントの際にこちらのね生態を持って皆様にね見せることができたら最高だなっていうふうに思います。最後までねご視聴いただきありがとうございました。後編では違う産地のオオクワガタを出していきますので、そちらもね楽しみにお待ちしていただければなっていうふうに思います。それじゃあまたね、バイバーイ。お、喧嘩しないでくれよ。喧嘩はダメだぞ。仲良くするんだぞ。なんだ、ペアリングか、これは。ペアリングじゃないよね。やめてくれよ。よかったよかった。仲良しなだけね。はーい。